読ませていただきます。お願いします。お願いします。うわ、はい、そこで誰とデートに行くのかを決定するゲームを行います。お男子とのデート権をかけ、女子が愛のボールを奪い合うサバイバルです。うわおしげゲーム、トロトロだぜ。まず女子はバスケットコートのセンターサークルに集まります。もういつの間にコーンが、こいつは名前が書いてある。それで男子がサークル外から中心に向けバルーンを投げ入れるので、女子はそれを奪い合い、体育館の周りに設置された好きな人ゴールに向けてバルーンを投げ込みます。見事ゴールを倒せたら、そこに記載されている相手とデートをすることができます。おお、前回いた障害物競争で無事2位以内に入ったペアは、そのままその相手とデートをすることができます。やったー。えぇ、ー、お、2、よし2、1、2ジェシカ行ってくる。よし翔輝くんとキダイくんは、うん、そのもうペアでデートはできるんですけど、他の女子2人とデートする権利があるので。おお、なるほど。ためにめっちゃいいじゃん、さっきの勝負でかくない？めっちゃでかい、めっちゃでかい。でかい、クラブ練習するわ。で、次のためにね。遅いよ、もうないよ。遅い遅い。というわけで、勝負だ。イエーYeah!
ないですか。え、関係ないの。なんか私からやっぱり決まってます、さすがに。あ、決まってんだ。第一ゲームの蹴られとかもやっぱ色々あるし。うわ、そうや。うわ、え、いやでもそカップル、ペアで手錠をつけてデートしていただきます。行かないよ、ダメだよ、行かない。手錠？何の手錠？なんで捕まらないといけない。やばい。右のかもしれない。準備するんですけど、どうすればいいですか。いや、もう、二人で。なるほど。なるほど。やばい、射的これやばいぞ。いや、俺さ、これさ、お互いがさ、射的やばい。やばいことなんだけど、大丈夫。行こうって。違う。腕が痛い。腕が痛くなるだろ。手錠がつけ終わったら、デートスタートしてください。行きましょう。屋上デート。あ、もう手とかつないじゃん。嘘絶対やってそうじゃん。いや、やったことない。まだない。恋のトークテーマ、トランプ。いや、説明してやろうよ。ちょっと静かになったらいいから。これ大丈夫？僕、みやみに怒られへん。うん、多分、怒ってる今。来ないから悪いんだよ。そうだよ。あ、そうだそうだ。モカはいいやつ選んでくれたもんね、俺のことはね。そうだよ。見た目がタイプの人。こっちから行きましょう。はい。もうみんなとベストルートで行っちゃう。何回？バイバイ。ちょっと道案内してほしい。上行くか。多分ここだな。ここ？え？何？何ここ？わあ、すごい。やばい。え？なんかさ、え？すごい。十。うわ。何これ？これが射的？え？すごい。でもさ、弾さ、なんか鍵。え？あ、1、2、3、4、5発ぐらいしかない。5発ぐらいしかない。初めて見たこれ。やば。え？撃ってみる？うん。え、待って、これ撃てる？どうやって撃つ？じゃあ俺、え、ちょっと一回あ、一回撃ってみる。これ、切れた。あ、切れてない。これ、待ち待ちます。待って、ね、お揃いマフラー、お揃い靴下、お揃いカチューシャ、お揃い待ち受け画面、お揃いキーホルダー。え、どれにする？え、マフラーが良くない？寒いし。確かに、寒いのマフラーになります。これ、いけるかな？ちょっと待って、前のめりに飲んでるとさ、はあ、え、むずい。
いきまーす。今出た？え、待って。え、なんか出なくない？一発、え、もう一回やってみるか、試しに、うん、これで出なかったらちょっとさすがにってなるから、ちょっとさすがに怒りますよ。お揃いマフラー、これ絶対欲しい。行こう。あ、出た。え、ちょっとさ、ちょっと足りなくないですか？あれやるじゃん。でしょ。やるじゃん。何やる。あすげえ。すごい。じゃん、なんかあるよ。サイコロだ。うわ、見たことあるこれ、はい、俺らのお題何？お題はサイコロで出たお題を校庭に向かって大声で叫べです。うわ、確かなんか俺叫ぶ系多いな。え、でもさ、ね、屋上さん。じゃあモガから行く。わかった。はい、横に持ってるよ。これ共同作業だからね。うん、せーので、こうやってくれる。はい、いくよ。せーの、はい。さあ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 、何になった。じゃじゃん。今まで秘密にしていたことを大声で叫ぶんです。うわ、いきます。うん、しゅんくーん。なーにー。見るな見るな。任せ。じゃあ持ってくな。よし、あざす。よし。で、俺も爪ないから開かへん。開くのか開かないのか。なんか青春すんじゃねえよ。見るな見るな。しゅんくん、なに？実は借り物競争の後の印象でしゅんくん選んでました。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しいよ。え、それそのグラウンドや。すごい、めちゃくちゃグラウンドだよ、ちゃんと。めちゃくちゃグラウンド。コメント下手くそかもしれないね。なんかってる。あれ、なん、あれ誰？あれは絵画とセシル。あ、プールか。うん、モカー。モカー。違う違う。あ、違う。あ、すいません。なんかすいません。なんかすいません。確かにモカだもんね。しょうがない。あ、何？あ、何？え、モカー。何？ちょいちょい、ちょいか、静かにしててくれるかな。ごめんごめん、すいませんすいません。ラストいく、ラストいく。え、え、呼んだ呼んだ。今のは呼んだ。ごめんごめん。僕らこの他社に、他のチームに絡むタイプでいこうか。選ぼう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 。 R の8いっちゃう。いっちゃってもいいよ。あ、でもちょっと違う。あ、いいんじゃない。いや、いいんじゃない。ね、すごいね、みんな活発だね。暖房効いちゃってたりする。あ、暖房効いてます。暖房効いちゃってたりする。これ、これ一緒撮れへんねんな。撮れへんよ。え、撮れへんかったらさ、どうやって撮影すんのこれ。はい、教室到着しました。はい、私たちは1位でございます。はい、すみません。正気軍がジェシカと、え、リー、え、リー、リリカ、はいはい、はい、リリカと、はい、ジェシカとリリカと、青春デート、はい、下の写真を実際に、はい、撮影せよ、撮影せよ、はい、ラブラブショットを撮ろうじゃないかということです。そういうことです。はい、で、やっていきましょうか。やっていきましょうか、はい、まあ普通はカップルやん、うんうんうん、やけどまあ3人、特別に3人なんで、うん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 、なんかそっち系でいこうか。じゃあ確かに、はい、奪い合ってる系でいこうか。特別にいこうかってなんなん、俺のこと好きなのほんまに。ちょっとあんたが好きなんでしょ、ちょうど。あ、お前。あんたが好きなんす。リリカ。うん、まだ。まだ。あれ、うん、あれまだ。ちょっと考え中。あ、考え中だ。あ、ちょっと怒ってんねや。ちょっと怒ってんね。あまりにもジェシカのこと好きすぎて。うん、でも、リリカがこんなに俺のことを、あれ、うん、見てくれてるから、あれ俺も、あれちょっと心動くさ。ほんとに。え、ちょっと待って。これの。いいんですか。待って、うん、そうなられたらちょっとこっちも行こうかな。振り向いて。振り向いて。あ、かわいい。
すみません。じゃあ外しよう。俺はどうしたの？俺はどこの部分をやればいいの？あ、いいじゃない。俺は。これ手錠厄介だな。あ、でもめちゃくちゃいい。いいな。はい。はい。来ました。調理場。卵焼きチーム。チーム。イエーイ。はい。じゃあ作っていきますか。まずお手で。そうだね。そうだね。はい。これで。あ、以上。早い説あるかも。一致してね。うん。一致して。じゃあやっていきますか。いきましょう。これじゃあどっちから先にします。いいじゃない、やっぱ雰囲気だよね、こういうのは雰囲気から入ってあげないと、うん、はい、じゃあ俺が着させてやるわ、うわ、来た来た、これ、うん、おい、あれこれさ、腕さ、あ、ん、あ、え、いけた、いけてる、え、これで、え、エプロンってこれこういう感じでしたっけ？1で2？あ、なんかすごいね、別のドキドキが、ちょっと待って、これど、え、だからで、ルールだよね、うん、トークテーマが書かれた5枚のトランプ、トークテーマが5枚のトランプと1枚のババを手に持ち、片方ずつババを引くまで何枚も引き合います、はいはいはい、じゃあババ引き引いた時点でもう終わり、終わりってことね、お互いが引き終わったらトークテーマカードの枚数を多い方勝利、もうだから最後までババ引かずにたくさん取った方が勝ちってことじゃない、な、先にババ引いちゃったらまあ負けってことじゃない、なるほど、うん、ちょっとじゃあまあまあ、え、超やりづらくないこれ、その絵面いいんだけど、あ、いいね、うん、なるほどね、はい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 、どうぞ、ちょっと待って、なんて呼べばいいかだけ教えて、マイキチで、マイキチでいい、うん、オッケー、いきますね、あー、よかった、はい、え、マジで怖い、マジで強ない、だってさ、一方的に言わなきゃいけないってことでしょ、いや、そうよ、ちょっと待って、強ないか、お、あんたピンクのチョーク選びだよ、ピンクなんてないよ、ゴールないんかい、あんたさ、本当に、ん、本当にいいの、本当にマジで、見ちゃいました、最悪です、ってことは、いき、ま、一個ずつ質問していくね、うん、自分から告白するタイプですか、はい、お、それはもうね、あ、そうだ、そうです、ま、待たない、緊張とかしないの、いや、でも取られるぐらいならって思って行っちゃうかも、うん、男ですか、男でしょ、そっちの方がいいと思います、うん、好きになる人の特徴は、特徴、どんな子にこう惹かれるか、あ、でも共通してることで言ったら、みんな目がでかい、顔、顔よ、顔よ、顔、じゃあ中身、なんかない、中身は、顔目でかいね、いや、だって中身がさ、共通しててむずいやん、確かに、特徴、でもうち目でかいね、うん、あ、いや、そうよ、ほんとに、そうね、うん、次いきますよ、え、めっちゃ長いな、あの子たち、長い、もしかしてミッションが一つだけなんかもしれない、あ、あっ、屋上から叫べの一つやから、もうあれしかないんだ、しかない、めっちゃ言う、あ、そうか、せーので、あ、ごめん、ごめん、ごめん、あれ、位置も出んかった、ごめん、ごめん、この絵面見てて誰が楽しいでも、バイトルとかだからスクショして、俺ら写真撮れへんから、あ、確かに写真が撮られへん、そう、だからスクショして、動画見ながらいいと思ったらスクショしてくれたら、ほんで、あの、ちょっと天気もあれやからさ、色彩、ごめん、これ喋ってる時ごめん、脳みそ1個しかないやん当たり前やん、うん、そうや、当たり前やん、脳みそ、あ、ごめん、え、な、待ってちょ、やる気ないやろ、ちょ、ちょ、めっちゃある、ちょ、これな、え、ないやろ、待って、ちょ、ちょ、これここないからもうこう傾けなつかへんねん、な、すごいのよ、よし、行こう、せーの、ごめん、
ゼロや。基礎美初期装備王子ですよ。本当だよ。ゲームなんてできるかどうかもわかんないみたいな、ね。できるかな。始まった始まったよ。で、何色？はい、3点の場合は、私ら青、手つないでください。はい。2点は、スマホでツーショットの待ち受けにしてください。待ち受け、怖い。はい。すみません。1点で肩もみ1分間。はい。肩もみされたい。もし負けてしまった場合は、モカちゃんがヨシさんにビンタします。ええ、いいんですか？マジですか？ちょっと待って無理待ってあ、こうかめっちゃ難しい。あ、ここだね。え、なんでそんな操作するの？あ、うまいうまいうまい、いいよ、すごい、いいんじゃない？いいよいいよいいよ、待って、助けて、いいよ待って待って待って、もうここの無理だって僕、え、オンゴールってこと？あった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 、あ、やばい、分かった、もうこいつら5点選手負けました。私右手で行くよ自分の手をどうするのか自分の手こうなるよ、はい優し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 い、みんなどうだった？最高、楽しかった。あれ、なんか一組なくね？ほんまにね、確かに、待って、二組なくね？え、二組？まだっぽいか、まぽい、あ、全然。お邪魔します。あ、何それ、あ、ちょっと射的でお揃いマフラーゲットして、いやいや、なんかあのちょうどなんかあの卵焼き食べれるって聞いてね、うん、ちょっと美味しそうだったので。どう、できてる、さっきできてる、どうどう、卵焼きできてると思うかこれ見て、おめえらは今これを見てできてると思ってんのか、ね、どういう状況なの、油引いたばっか、調節急速加熱っていうのが、まあ、いくつかあるか、うん、でも元の電源入れて、で長押し、あ、急速加熱きたよ、2人で1個作るという流れに、愛の印、愛の印に変える、それもあり、の方が勝手に変えちゃう、みんなだってなんかもうお前お前痛い痛いよこの子は暴れて、なんか雰囲気良さそうな感じで混ぜてて、すげえこぼしたからわーって言って、しかもさ、いやでもうちらはめっちゃ楽しかったもんね、めちゃめちゃ楽しかった、まず幸せな青春デートしてたから、いや多分負けてないと思う、負けてないよ、ね、何したの、シャボン玉であれプール前で映えてきたよ、多分一番映えてたと思う、うん、しかもめっちゃ笑いあったから、いいね、いやそれに関してうちらは、私たち負けてないですよ、俺押せへんねん、俺押せへんねん、押させろや、負けてんな、腕が痛い痛い、これ二人が違う方向行くからずっと痛い、ジャジャの2人、俺1位やのに罰ゲームかも、もう昼だからさ、もう確かに、そうだね、ついた、じゃあ行こう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 、バイバイ、いつ外すつもりだ、痛い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 、ちょい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 、おかしいおかしい、痛いから秘密の校内デート by 小屋倉、いやまあ本当に顔のタイプがいいって思われてたことが何よりも嬉しかったですね。本当に上司の皆様ありがとうございました。本命はバンバカイガ君です。まあ話しやすかったですね。一番モカちゃんです。他の人とも、まあ僕面識なかったので誰とも、ちょっと壁がある感じだったんですけど、モカちゃんは積極的にこう目を合わせてくれるみたいな仕草があって、あ、この人は壁を感じさせない人だなと思って、あ、すごい仲良くなれそうっていうので一番最初にモカちゃんを挙げさせていただきました。あの時正直2人で悩んでて、ちせちゃんとサクティンで悩んでて、で気になりすぎてヨヘさんとサクティンがペアだったんですけど、
僕たちの方の射的が早く終わったんで、ちょっと卵を食べたいっていう口実にちょっと行ってしまったんですよね、そっちの方。皆さん、今回もプレゼント企画があります。しかも1人2つもらえるチャンスがあります。応募条件は簡単です。はい、私たちの面白い部分や名場面を切り抜き動画として作っていただきまして、 TikTok、YouTube のショート、Instagram のリールに切り抜き動画を投稿してください。今回のプレゼントは Amazon ギフトカードと切り抜き感謝のメッセージ動画となっております。私たち出演メンバーの中から指名してもらって、あなただけに感謝の動画を送らせていただきます。詳しくは概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックよろしくお願いします。みんなやってね。お願いします。